10月16日から始まった流浪に剣心コラボから日村剣心を紹介。モデルとなった人物は川上玄斎とされるものの、今作ではキャラのイメージカラーを重視し赤で登場。スペックは2個剣防武力8知力4にシップを持つ強力すぎる性能。計略は指揮簿の超絶強化で武力が6上がり、回転操作で斬撃の代わりに負傷が出る。着地時にさらに斬撃が発動する。効果時間は約9カウントほど。スペックだけで採用できるレベルのカードが持つ計略としては優秀すぎるくらい。そもそも剣心が武力8なのかという疑問に対して、投稿者の見解としては、歴代コラボカードの最大武力が大きい。カオリシャモンの11、ルロケンには作中で圧倒的に最強の飛行性重労師匠がいるため、上限となる武力11に師匠を置く。そして師匠は手負いとはいえ剣心、斎藤、カノステを同時に相手取って負けたわけではない決着を迎えたことから、剣心らより高武力とする。こう考えると、案外武力8というのは良い査定なのかもと思いました。そしてこの査定の良いところは、剣心と斎藤を同じコスト同じ武力にして決着をつけなかったところ。この辺りは最終話の和月先生の意図を汲み取った感じがして好きです。個人的にはショート編好きなので、師匠も出してほしかったところ。同作品コラボ2周目を期待したいです。みさおちゃんも出してほしいし、なんなら北海道編の人物も、キングダムコラボもオーフォンや標高将軍、歓喜将軍らが出たら盛り上がるはずですし、特に師匠はキャラ的にもカード化しやすいんじゃないかと思います。フォーコス剣棒で火炎付き超絶強化、効果終了時に撤退みたいな感じで、原作再現にこだわるなら弓のろとも貫いたのを見に殺到みたいに味方ごと斬撃する仕様とか。そろそろ計略が近づいてきたから、英傑対戦の話に戻ります。序盤のリードが大きいので、ここからは丁寧に守りたい場面。相手に挑発がいるから前は当たないプランで進めていく。発動見ろ肩大切なものを守りましょう。飛天御剣流流追戦、もう飛べんか。武力位置が一発で避けました。このおじさん一切り引退してなくない。この命、銭一枚の価値もない。だってて動けん。人を殺めた罪は家宝という罰によって飲み償われる。だが超スペックに罰を下す術はない。だからセガが代わりに狙った執行する。壊れカードはもがき苦しみ家宝と狙ったの中で死んでいく。それが答えだ。突撃ポン、突撃グッ、今度は俺らの番だ。縦横無尽、戦場こそが俺の居場所よ。確か宝石に速度ついてたような。一応狙える機会あったら狙ってみよう。三の方、こんなはずがない。めっちゃな。どうやら宝石速度あると迎撃できる速度みたいです。もう飛べんか。次はいい返事を期待しているよ。ポン、しくじった。
みんな僕が殺してやるから。戦場こそが俺の居場所よ。全ては人間への復讐のため。任せたでござるな。動けん。我が輩の前では名打ての武者も無力でござるよ。戦機解放。天蜜流流追戦。ここで契約発動時に斬撃がないと飛翔できないことに気づく。他の飛翔系と違って斬撃の代わりに飛翔が使える感じっぽい。この命銭一枚の価値もないか。もう飛べんか。今日は自走だ。食っていいぞ。今回は2試合あるよ。この試合ではちょっとした小ネタを紹介します。突撃。来る。わしは所詮脇役か。突撃。来る。突撃。突撃。飛翔で暴作を飛び越えるのやってみたかったけど、壊せるなら壊しておくに越したことはないかな。マムシのごとくというやつだな。飛天蜜流流流追戦。ここちょっと注目してくさだい。このように飛翔中は契約の対象にならないため、波紋の波が来るタイミングに合わせて飛べば妨害波紋を無効化することができます。野望ついえるか。突撃。突撃。流派発動。身の肩。絵を破るな。突撃。面白い。
わしは所詮脇役か。突撃。撤退じゃ。騎馬で誘って斬撃しようとしたけど欲張って全部失敗してるの草も生えない。なはずがない。くらえ。くらえ。くらえ。カオは復活宝石があるから敵陣で撤退させる。リュウハニを叩き忘れてるのだが、次はいい返事を期待しているよ。判決を言い渡す。トクトミヤ。リュウハ発動。一の方、二の方、みんな僕が殺す。突撃くらえ。起点三剣流流追戦。マムシのごとくというやつだな。少し飛ぶのが早すぎて波紋よけは失敗したけど、相手が固まってるとこを狙ったから4部隊に大打撃がヒット。これだけで戦果としては十分すぎる。しくじった。面白い。わしは所詮脇役か。野望をついえるのか。絵を破るな。突撃。こんなはずがない。ご視聴ありがとうございました。